皆さんこんにちは、せいかです。今日は私の5日間のコーデ Vlog を撮っていこうと思います。春服をメインに撮っているので、少しでも参考になったら嬉しいです。おはようございます。今日はこれからのむちゃんと一緒に新宿御苑のところに行ってお花見をしに行きたいと思います。のむちゃんが昨日急にね、明日空いてますかって誘ってくれたので、めっちゃ嬉しいと思って、予定合うと思って、これから合流したいと思います。楽しみ。突発的になんか新宿御苑が綺麗そうってインスタでのむちゃんが教えてくれたから、ちょっと行ってみようと思います。というわけで今日は何日間の私服 Vlog を撮っていこうと思います。今日は1日目。スコーンと、これはグラノーラのクッキーとティーを2つ買いました。のむちゃんです。イエーイ。人多すぎてやばいんだけど、待って、やばいんだけど、こんな並ぶの？まさかの違うもんからだと入れました。やばいんだけど、なんか千駄ヶ谷門は超ガラガラで、みんな千駄ヶ谷門から行った方がいいよ。めっちゃ綺麗じゃん。広い。イエーイ。すごい気持ちいい。めっちゃいいじゃん。桜さん思ったより映えなかった。これ一枚だから。しかもさ、この葉っぱやばい。葉っぱがやばいね。PV 撮影みたい。めっちゃいい感じです。いや、いい匂いです。ちなみに今日の私服はどこのですか？これどこのなんだろう。可愛い。スナイデルかなこれ。可愛い。ありがとうございます。めっちゃ映えてるよ。嬉しい。撮るのが上手です。やったー。桜コーデ。本当色がいい。可愛い。今日はやっぱり桜を見ることなので、ちょっとピンクとピンクで合わせました。いや、もう春ですね。春です。結構なんかせいかちゃんがそういう淡い色着てるの珍しくて新鮮かも。あんまピンク。そうね。めっちゃ似合ってる。で、あざがポイントです。あざ。ちょっとあざが。お姉さんはちょっとゴリゴリやりすぎてしまいました。努力の証ですね。頑張りました。いやでも桜がもう本当に背景になっています。可愛いです。ああ、こっちもいいです。ああ、すごい。どこを撮っても桜が綺麗に映ってます。おはようございます。おはようございます。今日はうららちゃんがなんか結婚式のお祝いでエディションを予約してくれました。ランチを。ランチ行こう。やばい、嬉しい。何のランチ予約してくれたの？わかんない。コース？マジ？やば。嬉しい。普通にコースにしちゃった。いっぱい写真撮ろう。いっぱい写真。何これ？めっちゃいい匂いする。この匂いが欲しい。ね、売ってんじゃない？多分。売ってるのかな？売ってる売ってる。最高。緑がいっぱい。すごいよね。はい、乾杯。結婚おめでとう。ありがとう。グレープフルーツジュース。これは味噌バター。うん。美味しそうじゃん。いただきます。うん。本当に美味しい。最高。わーお。ありがとうございます。美味しそう。カラフルです。美味しそう。そうだね。匂いがめっちゃいい。めっちゃいい匂い。ありがとうすぎる。はーい、ケーキ、アイス。アイス。ありがとう。お祝いなんで。嬉しい。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しい。てかめっちゃ美味しそう。深夜のポップコーンの代償が今出てきた。人気で。すぐ出るよね。うん、なんかすぐ出たね。超美味しい。いちごだ。美味しい。でもパンと味噌バターが優勝。めっちゃ美味しいわ。今日の私服は？これはちょっと忘れちゃったんですけど、韓国の通販です。で、ワンピースはこれはアンドロッティなんですけど、アンドロッティはなくなっちゃって新しいブランドになるそうです。これはセイカとお揃いのチャルキってなんだなんか最近フォロワーの子に教えてもらったんだけど、チャールズ&キースはチャルキって言うんですあ、でこれはセリーヌです。はい、シャネルです。ラブリーです。ラブリーなコールです。可愛いですね。全身ベージュ系で、ベージュと白で合わせました。ホテルの雰囲気に合わせて。確かに合ってる。可愛い。これ中も可愛いの。でも中を紹介したことあると思うけど。可愛いと思ったそれ。ザラ、多分ウララと一緒に買った。そうそうそう。はい、可愛い。いい感じです。はい。エルメスのローファー。これめっちゃ歩きやすくて、黒と茶色買った。さっきめっちゃ可愛いと思った。で、このパンツはノーク。で、バッグはシャネル。はい、可愛い。ジャケットはユニクロです。はい。そんな感じでした。一気に夏を。ね、夏っぽい。じゃあ行きましょう。はい。いや、マジでいいランチをありがとうございました。いえいえ、お祝いはね、しないと。いや、嬉しい。はい、いや、本当にいい休日だわ。よかった。ありがとう。おはようございます。今日もお出かけです。安定のうららとランチに恵比寿に向かってます。恵比寿にある香り屋っていうお蕎麦屋さんがすごい美味しくて、そこに行きたいんですけど、お昼はやっぱランチをね、予約していないのでできないので。結構並ぶんですよ。だからちょっと雨だし空いてるかなっていう期待も込めて、今日はちょっとおそばを食べに行こうと思います。今日も BM ちゃんでお出かけです。なんかよくもうマツダ乗らないんですかとか、もう売っちゃったんですかとか言われるんですけど、ちゃんとマツダちゃんも乗ってます。現場に行くときはサーティーちゃん乗って、ワンちゃんはサーティーちゃんしか乗れないので、チビたちと出かけるときはサーティーちゃんとお出かけしたり、行く場所によって乗り換えてます。正直さ、この BM だけでも生活全然余裕でできるんだけど、やっぱサーティーちゃんはサーティーちゃんで思い入れがめっちゃあるから、だからね、なかなか売れないんですよね。なんかほんと子供みたいな感じだから、このまま行ったら車どんどん増えてく気がしちゃうからさすがにちょっと3台とかまだ考えてないけど、今のところ2台で生活してるっていう感じですかね。どうしよう、どこ止められるかな、それが心配なんですよね。お蕎麦屋さんの前に駐車場あるんだけど、あそこ狭くて並ぶ場所がもう駐車場の前なの。だから下手くそだとみんなに見られるのね。恥ずかしいじゃん。だからちょっとチキってそこには止めたくないんだけど。で、この間それこそめっちゃ狭いコンビニの駐車場入っちゃったから、もう止めないといけなかったわけで、後ろから車も来てるし、やばいどうしよう、死ぬと思ったら、そういう時に限ってマジ全然止められないの、駐車場。マジ終わった、死んだと思って、で後ろの待ってる車から男の人が出てきたのね。あ、やばい、マジで怒られると思って、あ、ほんとごめんなさいって言ったら、その人が大丈夫って言って、僕が見といてあげるからゆっくり入れなって言ってくれて、マジで神と思って、もうその人超優しくて、もう左切って右切ってってやって、もうちゃんとね、安全に止められたんですよ。もう本当に神様だと思った。ありがとうございます。もうさ、私もそんなことしてもらったからさ、自分がさ、逆の立場だったら絶対そうしようと思って、本当に運転とか駐車は譲り合いだなって改めて思いましたね。イケメンすぎ。あ、もう私、あの人いなかったら多分普通に死んでた。てかもう半泣きだったの。ああ、駐車場空いてるけど今ジープが入ってた。どうしよう、止められるかな。頑張れせいかちゃん。いや、これ絶対切り返し無理だわ。超切り返さないとダメみたい。頑張って。待ってるよ、待ってるよ、焦らないで。これで止めれるようになったら、私は一歩成長します。キャー、怖い。これで前にして、こうして、はあ、しんどい。頑張れ。すっごいプープなってるけど大丈夫。これでまっすぐ。できましたー。こういうのが積み重なって運転も上手くなると思います。何様って感じなんですけど、ちょうどさ空いてるからちょっとうららに連絡して、ちょっとおそば食べに行こうと思います。あーマジで焦った、久々に緊張した。めっちゃ手震えてんだけどこの香り屋っていうおそば屋さんです。いつもはここさブワーって並んでんの。今日は雨だから並んでおりません。うららと合流してちょっとねお店に入りたいと思います。おそばです。1個は天ぷらそばにしました。私がしそ食べるね。食べていただきまーす。甘くない？これが炊き込みご飯。めっちゃ美味しい。私こんな太さが初めて食べたかも。美味しくない？幸せ。何ローアングルすぎ？これはちょっとローアングルすぎない？女子をこの角度から撮るのは禁止です。これは？これちょっとエッチすぎない？展示会行って大買い物大書店来ました。安定のイングリッシュブレックファーストティーラテのオールミルクを添え変更の厚めです。私はこれ新作のウーロンハニーミルクティーみたいな。あ、だからかな、聞いたことないなと思った。そうそうそう、これ新作なの。なんかさ昔のさ PV の価格みたいじゃない？ね、うちのうららちゃん面白いでしょ。なんかさうららも YouTube やってるんだけどさ、そういうの出さなくない？だって一人で喋ってる時にマリちゃん出してこう。毎日 TikTok 投稿してるので、深夜のうららちゃんで検索してください。検索してください。こんな風に見た目とか喋り方とか超あざとくて、一見ね女の子から嫌われるようなタイプなんですけど、意外とズボラでガチおもろいから。でも女友達多いね。高校生の時大変だって。高校の時は友達いなかったけど、あの高校のおかしかったそれツイートしてたよね。出しとくね、ここにここに出しとくね。文化祭でハロウィンのやつ、そうそう文化祭で一人で今年はハロウィンなのでみたいな、みんなでコスプレしましょうってさ生徒会で発表してさ、でみんなじゃあコスプレしてこようねみたいな感じだったのに、私一人だけ天使の格好をしてきたっていう。1日目天使で2日目なんだっけ、メイド服で。しかもメイド服も2日目は着るならめようと思って普通に、そしたら朝学校行ったらさ、なんかちょっと女の子がさ声かけてくれて、別にすごい仲いいわけじゃないけど、なんか可愛い子がいて「うららちゃん」みたいな、昨日すごい可愛くてって言って「私もメイド服着たいかな」みたいな、なんか一緒に着ようと思ったで、なんかその子2着持ってきてたの、わざわざ私もなんか「ありがとう」と思って、それでじゃあ私こっち着るねみたいな、そしたらこっちでいいって言われて、なんかドピンクのメイド服を渡されたわけよでもいやそれはちょっと言えなかったんだね。まあね、一緒に持ってきてくれたし、可愛いって褒めてくれたし、じゃあ私これ着るねって言って来たのよ。そしたらさ昼にさその子とすれ違ったらもう制服なんてガチと思って、その子と回らなかったの？回らないで、その日なんかしかもジェラトーニ持ってたやつ、ジェラトーニがすごい流行ってた時だった、できた時だよね多分当時。そう今で言うあれなんだっけ、今ピンクの相方みたいなやつ、ジェラトーニがグレーでしょ。あ、そうそう。でその相方と同じ猫の色違いがピンクでしょ。あ、キツネね。キツネなの？猫じゃない？あれキツネね。絶対猫ですよ。あれキツネだから。ジェラトーニは猫でしょ。猫。ピンクがキツネなの？そう。しかも相方って設定あるかちょっとわかんないけど、それみたいな感じね。持ってたの。ジェラトーニがいた真っピンクのメイド服のさ撮りたい女だったよ。目立ってたよね。でもこうやって話せるからいい思い出じゃん。私はちょっと楽しんでた。楽しんでたなと思ってた。でもさみんなさ学校ではさコスプレしないけどさ、コスプレしてさ渋谷のハロウィンは行ったよね。行った。当時その渋谷のハロウィンそんな別にさ主流じゃなかった。主流じゃない。こんなになんか規制かかる前だったの。ちょっとなんか流行最先端ですよみたいな人たちが。コスプレして渋谷のセンター街の交差点で遊んでたよね。写真撮るみたいな。懐かしい。それでさ渋谷のメッカでさプリクラ撮ってさ、この間なんか TikTok 見てたらなんか夏メロみたいな、ジュリエットって知ってる？だから私そっちの界隈じゃないから、それギャル界隈だから。ギャル界隈じゃないジュリエットはみんな聞いてた、みんな聞いてたけど、私はアニソンとかジャニーズとかそっちね、ちょっとオタクっぽい感じだった。でも J−POP 聞いてるのももうそれは早かったよね。少女時代とかカラーとかをもう中学生の時から聞いてた。早い、それは早い。てかそれね、なんかこの間 TikTok でジュリエットの歌流れてきて、夏ラブ冬ラブ秋ラブとかあって、そういうのを通らなかったね。もうパンチャパンチャって言ってた。ポピ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 ちゃってやつ。で今度さ、マジこれが好評だったらちょっと高校時代のネタでさ動画撮ろうよ。というわけで3日目もうららちゃんでした。おはようございます。で今日はうちにいもちゃまが泊まってます。久しぶりじゃない YouTube 出んの。確かに。ね。実は昨日私の彼と彼のおばあちゃんと妹さんとうちのママといもちゃまと6人でご飯を食べてました。でその後みんなでスナック行ってどんちゃん騒ぎして、で私は運転してたからお酒飲まなかったんだけど、もうママはもう楽しくて酔っ払っちゃったので家に預けに行って、で妹はうちの家泊まるって言ったから、あ、私の彼は実家に泊まったから、だからここの家は誰もいなかったからいもちゃんは泊まるって言って今に至る。部屋着はこのジェラピケです。二日酔いいもちゃんはめっちゃお酒強い説出ててなんか昨日結構飲んでたじゃん。普段ビール飲めないんですけど昨日すごい飲めちゃったね。昨日でビール克服したんじゃない？うん、多分。絶対ビールとか飲めの。なんかビールを飲めるようになるよ、飲めるようになるよって言われて6年、20歳から6年経ったけどマジで飲める兆しがない。なんか一回なんかめっちゃ喉乾いた時にお水じゃなくてビールを飲んだら飲めるようになるとか言うじゃん、うん、なんかそれやったら普通に体調悪くなって絶対無理だわと思う。夜中のカップラーメンがいやマジで美味しかった。カップヌードルのトマトのビッグサイズ。私酔っ払ってないんだけどこの人がなんか食べたいって言うからコンビニ寄って昨日夜食で食べたよね。でもお風呂に入らないとベッドを禁止だからダメ、絶対ダメ。もう私どんなにズボラかもしんないけど、もうお風呂入んないでベッド入るとか絶対ありえないから運気下がるよその日の汚れをベッドに持ち込んだら絶対にダメ。ソファーだったらいいの。ソファーはもうチビたちのおしっことかだからお風呂に入れない人はもうソファーなの。うちはせめてドライヤーがめんどくさかったらバスタオル引いて寝るのはありだけど、もうダメ。もめさんが甘えモードです。かわいいね。もめはこの間5歳になりました。おめでとう。こんなちっちゃい女の子ですが5歳です。はい、お顔見せてあげてみんなに。こんなに可愛いです。シャンプー行きたてでね、今ねモコモコなんだよね。うちのチビたちはカットとか特にないから鬼シャンプー早い。シャンプーも豆柴コースっていうのがなくて、サイズ的にも柴犬コースなのね。で、豆は普通の柴犬からしたら体重が軽いからマイナス1000円してくれるの。でも、こっちの、ダダーン大きい方はプラス1000円されててうちらプラマイゼロですってくーちゃん。あららららららら。メニャンのおかげだね。そうだよ、びっくりしちゃった。届きました。ジャービーのサラダ。いやー美味しそう。なんかさ、サラダだけでさお腹いっぱいになるのとかさ満足するのって思うかもしんないけど、本当にここのサラダはマジでお腹いっぱいになるしめっちゃうまい。いただきます。うんうん、癖になる味。わかる。なんかこのチーズほんと美味しいよね。なんか普通のチーズよりうまくない？わかる。なんかお菓子みたいな、なんて言うんだろう。なんかさ、そんな酸味が強くないから食べやすいんだよ。可愛い。くーちゃんも可愛いです。舐めなよ、舐めなよ、舐めなよ、舐めなよ。くーちゃん。ねえ、曇ってる。曇ってる、めっちゃ曇ってる。お腹いっぱいでもう動くのがだるいね。ねえ、あ、夕方やむ？じゃそしたらチビたち散歩行かないとね。昨日行けなかったもんね。かわいそうに。うちのチビたちは雨の日、外マジで歩かないの。だからほんとかわいそうなんだけど、雨の日はお散歩は行かないようにしています。だから家でおもちゃ投げて超遊ばせたりとか、梅雨の時期、雨がめっちゃ続く時は、室内のドッグラン行って遊ばせるようにしてます。ほら、こんな感じでもう、暇だよね。かわいそうにね。雨やだね。もうなんか、この姿見えてもやる気なさすぎて。なんか、いもちゃまがなんかすごい出かける気分になっちゃったとか言ったから、ブラブラしようかなと思って外に出てきました。今、リモアに来ました。ちっちゃめの機内持ち込めるサイズのキャリーバッグを買いました。あさってから福岡で仕事なので、ちょうどちっちゃいキャリーバッグないなと思って買いました。やったー。この大きいやつじゃなくて上のちっちゃいサイズにしました。買えたよー。嬉しい。いつも忘れてたから。あと今日はゴミ箱の電池も買わないと。そっちなら優先順位じゃない？本当に結局なんかさ、コストコでゴミ箱買ったのにさ、毎回さ電池買うの忘れてさ4日経ってんだけどやばいよね。で、あなたは何欲しいの？ちいかわ。ちいかわ？でもあそこにあんじゃん。行く？この人はちいかわにまだハマってるみたいなので、ちょっとなんだっけ、サンリオショップだっけ、そこにあるに行きます何がいいの？何がいいの？もちろんちいかわでしょ。だってみんなちいかわなんじゃないの？違うよ。あ、8割だ、8割。あ、8割がいいのね。お願いします。8割？すごい。何？ちいかわだ。かわいい。かわいいじゃん。じゃあつけて歩くわ。今日はちいかわと一緒に。いいじゃん。かわいい。でも本命は8割だからちょっと近づいてきた気がする。じゃあ毎回原宿来るためチャレンジすれば。それな、多分全種類集まっちゃう。そしたらかわいいじゃん。かわいくない？いいよ。結構点上げなんだけど。やった。種子のガチャガチャって超いいね。わかる。でもこれは監修だから結ばない。これね、結ばないの？宝物ボックスに入れて。今日私のプラズの種子結びやがったの。ちいかわ結ばないの？結ばないよ。かわいい。かわいい。よかったね。じゃあ次回は8割を目指して、はい、頑張りましょう。頑張ります、はい。これがお気に召したそう。着てみなよ。かわいい。ウエスト綺麗だよ。かわいい。かわいいかわいい。しかも見て、ゴールドパール。あなたの好きな。かわいいじゃん。かわいくない？めっちゃかわいいよ。こっちも気になるみたい。でもかわいい。何でも似合うね。そっちかわいい。こっち向いて。こっちのが目引く歩いてる人いた。でもそっち超かわいいよ。うちこっち派なんだけど、割れちゃったね。迷っております。どっちも買うじゃん。選べない。どっちも買ってくれるの？いいよ。やった。姉活に成功した妹。可愛かった。似合ってたよね。優しすぎる。本当に優しいの。もっと言え、もっと言え、もっと言いなさい。本当にね、買ってくれとかじゃなくて、普通に根本が優しい。性格が優しい。本当だよこれ。今日も雨の日なので、私服は雨の日コーデです。帽子はセリーヌと。バッグを合わせました。でね、このコートさ、昨日着てたやつなんだけど、取れんの？こうやって。昨日はこうやって着てたの。で、今日はフレンチコートにしました。やっほー。朝ビビの撮影行って、一回家帰って、チビたちの散歩に行って、これからちょっとまたみそちゃんと合流して、結構前に10月ぐらいに遅いの展示会でバッグを購入したので、それが届いたので、一緒に取りに行きたいと思います。どっちだっけ道。遅いのバッグを今日は持ちたいので、リップだけ持ってきました。手ぶらでそのまま袋に入れないで。今日持とうと思うので、もう普段はリップと基本カードで生活してるから、この iPhone ケースにカードとか全部入ってるから、バッグに物はあんま入れないんだよね。だから遅いのバッグもちょっとね、ミニバッグにしました。後でゲットしたらまた見せます。イエーイ。こんにちは。遅刻してなんで、全然大丈夫。無事遅いのバッグゲットできました。かわいい。なんかサイズいろいろあるけどミニサイズ、みさちゃんもそうだよね。こう一緒のやつで違う色にしました。かわいい。かわいいね。クリームっぽい、オフホワイトっぽい色にした。後で私服見せます。この後は夜、若菜さんと3人でタッカンマリを食べに行くんですけど、タッカンマリマジ食べたかったね。え、もうさ、私タッカンマリ中毒で、うちら美味しいよね。美味しいから。好きで、ちょっと時間があるからカフェでお茶します。はい、グビッとグビッカジャーさて始まりましたみさちゃんのナレーション付き、今日の私服をお願いします。はい、今日のポイントはこのさっきゲットしたおそいのバッグです。はい、このデニムは皆さんもご存知かと思うんですが、みさちゃんも持っていて、お揃いです。ジョイグライソン、ジョイグライソン。可愛いよね、それ。形がもうおしゃれだよね。うん。で、パンツはユニクロで最近買ってる。え、私今日それ試着したよ。え、マジ？うん。嘘でしょ？本当。これ超履きやすくない？可愛い、楽。可愛い。で、足元はローファーです。あ、これローファーどこのやつなんですか？エルメス。最高。いや、あなたも今日いいローファー履いてる。やっぱね、春はローファー持っといた方がね。可愛い。でね、このメガネあれジーンズで買った。え、そう。めっちゃ可愛くない？可愛い。今日それ着た時思ったもん、可愛い。9000円？9000円だった。今日はこんな感じです。可愛いです。可愛い。ねえ、めっちゃいるんだけどニュージーンズちゃん。14歳とかやろ。え、ガチ？何しよったん？やば、出来上がりすぎでしょ。可愛いね。いいよいいよ。よく可愛い可愛い可愛い。はい、こんな感じで皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。天気がね、すごい悪い日が続いちゃったんですけど、春服ね、参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。